にちは。オーシャン東京ウエスト店スタイル佐藤です。今日はね、僕の自己紹介動画になります。佐藤とはなんとや。ざっくりね、自己紹介すると、出身が大阪です。で、年齢が、今年は、27歳の年になるんですけど、早生まれなのでまだ25歳で、今月の1月で26歳を迎えます。いつからオーシャン東京にいるんですか？大阪店がですね、オープンしてから、入社したんですけど、約5年ですかね、大阪店ができてから。で、去年の7月の19日に再開をして入社しました。主に今はね、ウエスト店に移動してから、4ヶ月が経ったんですけど、アシスタントの時と大きく違うのは、やっぱり初めから最後まで僕の手でお客様をかっこよくできるっていうのはすごい嬉しいことだなっていうのを日々実感してます。またカラーだったり、パーマも、薬剤の選定も僕が自分で全部選んで、それをお客様に提供して、お客様が喜んでくださると僕もすごい嬉しい気持ちで毎日やらせていただいてます。デビュー当時よりかははるかに、お客様もねたくさん増えているので、まあ、日々やりがいをすごい感じれているかなっていうのをとても実感してます。得意の技術紹介をしたいと思います。まあ、僕のね得意な技術としておすすめさせていただいているのが、ザクショーっていうのが、ザクザクショーが、主に僕の好きなスタイルになってます。こちらですね、ザクザクショートの中でも主に、ツヤを使ったスタイリング剤が、一つのと、あとは、ブリーチをして色味をつけて動きをはっきりにするっていう得意分野としてさせていただいてます。僕も今実際ブリーチをしてるんですけど、まあ、お客様のおすすめにもしやすいので、自分がまずブリーチをしてるっていうのもあります。体に困ったらこれ、まあ、ブリーチの中でも主に、ハイトーンのカラーがすごい好きです。グレー系だったりベージュ系だったりミルクティー系が、特にお客様の中でかなり多いかなと思います。こんな感じです。カラーだけじゃなくてパーマも、すごい好きで、パーマの中ではツイストスパイラルまたは波巻きパーマがめちゃくちゃ多いです。本当に波巻きパーマか、ツイストスパイラルかブリーチは毎日絶対にオーダーをいただいていまして、特に僕が、髪型の中でも売りにしているのは単発でもあるんですけど、センターパートだったりとか、アップバング主にその前髪を上げるようにするような髪型が、すごい好きでさせていただいております。今年の目標としてまず一つは、スタイリストからトップスタイリストに上がること。で、二つ目がホットペッパービューティーアワードっていう、まあ、美容師でいう一番のね作品コンテストみたいなのがあるんですけど、まあ、そこで、ベスト10入りを果たすっていうのが、今の僕の今年の目標です。あとは、まあ、僕以外の目標にはなるんですけど、ベスト10を多くの方にしていただく一年にしたいなっていうのを、思っております。こんな感じで、僕の自己紹介にはなったんですけど、ザクザクのショートだったり単発にしたいなっていう方は僕に来ていただけると間違いないかなと思うので、まあ、単発以外でもパーマだったりブリッジは任せていただけたら間違いないかなと思うので、ぜひオーシャン東京ウエスト店で佐藤シミュレでお待ちしております。最後までご視聴いただいてありがとうございました。